及川美智子は日本の女優。1920年代後半1930年代前半の日本映画で清楚で近代的なキャラクターを数多く演じ、永遠の処女と呼ばれた。1911年10月20日、東京府豊玉郡渋谷町に生まれる。父、金井久氏は社会主義運動家の経歴を持ち、後に出版社の春秋社に勤務した。 両親共にクリスチャンであり、その影響で、美智子も経験なキリスト教信者となる。1924年に小学校を卒業し、当時存在した東京音楽学校一橋分、教場声楽科に入学。同年秋、幼い薫の紹介で、築地小劇場に加わる。同年12月の第18回公演、空豆の煮えるまで、で主役の少年に抜擢され初舞台。 以後、1925年の、青い鳥では、チルチル。1926年の、三人姉妹では、ハープ弾きの少女。1927年の、うず漏れた春では、主役のキミ子を演じるなど、舞台女優としてのキャリアを積み重ねていく。特に、青い鳥での演技は、劇評価にも高い評価を受けた。この間、1927年に、東京音楽学校を修了し、 当時本郷にあった第一外国語学校英語専科、高等科で翌年まで学ぶ。1928年10月の第79回公演、国選屋合戦では、杉村春子、滝橋子、細川千佳子と共に助官役を演じるが、翌1929年3月に劇団は分裂。道子は脱退派の肘方よし、丸山さだを、 細川千佳子らが4月に結成した新月人劇団に参加するが7月に退団する。2ヶ月後の1929年9月、映画評論家の内田君夫の紹介で松竹鎌田撮影所に入社。以後、映画女優としてのキャリアを歩むこととなる。同年10月に公開された清水博監督の笛の白玉で主役の役も恵美子の妹役としてデビュー。以後も、 いずれも、清水監督の恋愛第一課、真実の愛、法要に立て続けに出演し、特に恋愛第一課、法要では、従来の日本の映画女優には見られなかった、指的で洗練された魅力を示した。この間、1930年1月には早くも、準幹部となり、同年8月の五所平之助監督、女よ、君の名を汚すかれでは、 母親の不倫を知って自殺する娘を熱演し、注目を集めた。だがその矢先、胸の病に倒れ、一年近くの休業を余儀なくされる。このため、出演が決まっていた、清水監督のアリウレカでは、花岡キ子、コ、島津康次郎監督の生活戦 ABC では、田中絹代といった同世代のライバルが代役を務めることになった。しかし、 島津監督の野に叫ぶもの二部作では、鈴木伝明の妹役を講演し、田中絹代や川崎広子らと並ぶ人気を獲得する。翌1932年の清水監督、愛の暴風林、同白夜はあクるなどでも講演し、鎌田を代表する知性ハスターの地位を確立した。また、同年12月には、明治座の舞台、ハムレットで、 水谷八重子らと共演。八重子のハムレットに対し、美智子はオフィリアを演じ、好評を博す。1933年1月幹部に昇格し、清水監督のサウンド版、眠れ母の胸に、に主演。同作品では、歌手の小林千代子と共に、同名の主題歌を独唱し、レコード吹き込みも行い声楽家としての実力も、示した。同じ清水監督の、 港の日本娘では、江川憂を島津監督の、頬を着すればでは、岡上司を相手役に主演。続く、古所監督の、愛部では、岡田義子と共演し、ベテラン相手に一歩も引けを取らぬ演技を見せた。1934年に入ると、清水監督のオールスター大作、東洋の母で、江川憂をの妹役を演じ、続く、野村博正監督。 夢見る頃でも、江川と兄弟役を演じた。5月には、下鴨で、時代劇、月形半平太に出演し、主演の林長次郎の相手役を務めた。続く、池田義信監督、初姿の主演も決定したが、彼女の再度の発病で、制作中止となる。 彼女はこの時も1年以上の療養を余儀なくされ、翌1935年の佐々木康氏監督、真っ白き、藤の根の女学校教師役で復帰した。また、同年8月、東京劇場で開かれた、新派パ声男団女優合同に、村田角子、山田鈴、村田正らと共に出演。だが健康状態は再び悪化し、翌1936年4月の島津。 安次郎監督、家族会議では、病を押して、ヒロインにレ安子を演じ切ったものの、結果的にこれが、最後の出演作となった。翌1937年には、大船撮影所を退社。翌1938年9月30日、結核のため26歳で死去した。築地小劇場その他小畜蒲田撮影所、港の日本娘。右は、井上幸子。 小竹下鴨も撮影所。ありがとうございます。